ははい皆さんこんこにちは今日は先日「チルチルアウト」でローファイな音楽用にふわんとしたような優しいイメージの画像を専門に作る GPT 図を発表したところとっっててても人気でで使ってくれいいる方が多いです今音楽シーンの中で「チルな音楽」というのも流行っていますけれどもさらによく似た雰囲気ではあるけれども ローファイでヒップホップな音楽というのもとっても皆さんに受け入れられていますそれは YouTube でローファイガールさんというような方がその路線で皆さんからの注目が殺到したらしくってそれ以降かなりこの分野というのが伸びてきてるというふうに聞いていますその音楽や画風というのは 80年代のシティポップカルチャーの伝来というようなそんなイメージで音楽シーンを賑わせているようです。ということで僕の方でも今画面に表示してますように世界中の人に使ってもらいたいので英語にしていますけれどもシティポップスタイルデザイナー for lo-fi h i p h o というそんなもうバッチリのタイトルにして 皆さんに無料提供しようというふうに考えました。80年代シーポップ風デザイナーですということでね、4つのスターターがありますが、基本はデザインを手伝ってくださいというベーシックなものです。そしてそういうのもちょっと考えるのも面倒だなという人のために、あと3つスターターを作っています。部屋の中の風景でデザインを描いて、あとはお任せ。 浜辺の風景でデザインを描いて街の中のカフェでデザインを描いてこんな感じで3つテストにボタンだけ押してもらうように簡単に使ってもらおうというふうにしましたもちろんベーシックの方でやると男性ですか女性ですかというようなこととかいろんなことを聞いてくれたりしますまた分かってることだけプロンプトに入れて送るという 方法も使えます。まあ、いろんな方法でトライしてみてください。じゃあ、浜辺の風景のデザインということで何も考えずに一度試してみましょう。はい。もうクリエイトイメージということで全く何も聞いてくることなく勝手にこのデザイナーが思うように書いています。浜辺の風景ということだけが指定されています。はい。こんな感じ。どうでしょうか シティポップというう雰囲気が伝わるでしょうか80年代によくあったようなアイテムここはラジカセなんかが出てですね80年代をうまく表現しているそんな感じですこのように書いたらですね新しいシーンが欲しい時はニューチャットで再開してくださいということなのでニューチャットをやりましょうニューチャットは上のところから「 このニューチャットというのを選べばいいです。はい、今度はベーシックなボタンを押しましょう。そうすると、いろんなことを質問してきます。はい、5つの質問がありましたね。答えていきましょう。1、このようにして、例えばベッドの上。こんな風に書いていくんです。2番目はメインキャラクターの性別、雰囲気、そういうものですね。そして、 ヘッドホンは描きますか。通常はこのデザイナーというのは音楽のために作られましたのでヘッドホンこれをつけてる絵というのを基本としてるんですけれどももちろんそれじゃちょっとシーンが違うんだよなというようなものにも使っていただけるように今回は「ヘッドホンは描きますか?」ということが出るようにしています。じゃああえて「描かない」というふうにします。 はい、画像サイズは横長です正方形や縦長の時だけ指定をしてくださいそして作成する画像は何枚ですか通常は1枚ですでも2枚作ってほしいというような時があれば2枚提案してというふうに入れましょう最大5枚までですもう少し多くも出せるんですけれども GPT の負担とか エラーが起こった時のことを考えて最大は5枚までとしています。送ってみましょう。ちょっとショートカットをさせていただきます。はい。こんな感じでヘッドホンなしと言いましたから今回はヘッドホンはしていません。あれれ ?2 枚のはずでしたが1枚だけ書いていますね。まだ g p t 図も完全に言うことは聞きませんよね。 まあ僕のイメージからしたら90点かなぐらいの感じですが、もう50個ぐらいの GPT 図を作っています。その GPT 図をいろいろ見たい方は、概要欄にその GPT 図集というようなホームページをちゃんと作っていますので、もしよかったらそのページも見てください。ちょっと画像のエラーが出ましたね。本来は動画ここカットしようと思ってたんですが、 皆さんにこういうこともあるということでじゃあもう一枚作ってみましょう今度は街の中のカフェこれもやってみましょうはいこんな感じでいいですねちょっと海外と日本語となんか混ぜて書こうとしているのかですね 後ろの方の風景の看板が少し文字がおかしいですね。GPT 図の絵を描く機能、ラリスリーと呼んでいますけれども、それの方ではやはり英語であろうと、もちろん日本語であろうと、絵の中の文字というのは、なかなかうまく描けないというのが実情ですね。この辺のところは、もう少しすれば解決していくでしょう。皆さんは GPT 図をどんな風に、 このように他の人が作ったものをうまく活用されている方もいてると思うし自分で作りたいいなとと思思ってるる方もおられると思います僕の方でも自分での作り方というような YouTube は出していますけれどももう春頃から日本ででもこれの収益化というのが始まるようですので。 これから GPT 図を使ってマネタイズしていきたいそういうような方はですね今のうちにしっかり勉強しておくといいチャンスが巡ってくる可能性があります僕の方でも簡易なレッスンというのをさせてもらったり要望に合ったテクニックをお教えするような講座をしていますもちろんそれは無料ではありませんけれどもそういう勉強をして これから g p t 図をマネタイズしたりもしくは自分が便利に使えるような g p t 図を作りたいそういうような方はもしよかったらご相談もくださいそれでは今日はご視聴ありがとうございましたぜひこのローファイでヒップホップなシティーポップスタイルのデザインができる g p t 図をうまく活用していただいて動画の1シーンに 使っていただけたらと思います。では、まったね。